のこんにちは。こんにちは。はい、ようやく今回で私のお題を出す役割が今日で最後ということで最後にあたりまして、この液晶ですね、非常にいい本だなと思いまして、液晶の竹村先生の本は名古屋の川口さんから以前紹介してもらったことがありまして、すごく読みやすかったし、分かりやすかったっていうので、また課題本になったということで非常に喜んでます。で、最後にお題も出せたということで、非常に嬉しいんですけれども、今日もお題はそんなに難しくはないと思っております。はい、で、帝王学の本というか、時を読む、時流を見るという本だったかなと思っておりまして、で、お題1の方なんですけれども、流は6段階に変遷する、これについて、川流、乾流、君子、終日、侃侃、役流、非流、交流、今ご自身がどの段階にいるのかという自分をまずちょっとどこにいるかっていう立ち位置を見ていただきまして、その立ち位置の中で今自分にとって必要なこと、これを、具体的に説明していただこうかなと思います。で、今回グループの中で話し合いをしていただくんですけれども、挙手制をご自身で手を挙げて、前で発表していただくようにしたいと思います。そして、お題の2つ目の方なんですけど、あまり難しくせず、この中で自分の中で一番響いたところ、それはどこでしょうか。というのを、お聞きしたいと思います。で、こちらも挙手制になっておりますので、ご自身積極的に前に出てきて発表していただければと思います。はい、はい、お題の説明の方は以上です。今日も一日楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。